いや、ベントに入った。あ、そうそう、それが多分一番いいと思うんだよね。あー、右利き。あー利用してインポスターの時にやってもいいな。ジェンルー。あ、おー。よし。ナイスサボタージュ。ナイス。うわ、死んでないんだこれで。強い。ナイス。ナイスサボタージュですね。もうダウンロードが終わりましたもう。おお、ストラナイスダウンロード。おお。まあ嘘かもしれないですけどね。ちなみにどこでダウンロードしました？昇降機右です。ああ、ね、あの上か。はい。ああ。ハクス。直さずにやっちゃった。ちゃんと直しました。いや、ちゃんと直しました。ちゃんと直しました。終わって直しましたちゃんと。え、じゃあ何秒かかってダウンロードしたんですか？ダウンロードが先ってことですか？あ、なんか白いな。あ、ダウンロードが先です。ほら、服インポスターっぽいな。うさんくささマシマシだな。緑。ほら、服に飛びた。最近ほら、服うさんくせんだよな。なんでなんだろうね。エアシップになってなんかめっちゃうさんくさくなったよな、急に。青。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスボタン。やったー。やったー。うざ。でしょ。ナイス。ナイスボタンね。ナイスボタンね。ナイスボタンね。ジュジュノラで、ココさんノラで、ココさんノラでお願いします。ジュジュノラで渋滞してる。すごいでしょね。え、ここに出るこれ。え、めっちゃ危な。やばすぎる。え、普通にあと1分。俺の行いがね。被告の行い？悪い。ピンク、水、イーロー、白、プラオ、お前は幸せ者だ。水、イーロちょっとみんな反省して、票数がね、ちょっとみんな反省してる。自投票だけが残ったね。なるほど。貨物、黄緑、緑。裏技できるんじゃね、これで。わあ、これでよかったのか。成功法だったのか。これはね、向かいましょうね、コミはね。すいません、一応、あ、どうぞ。よかった。あのラウンジの下になんですけど、あのLGさんが通りましてました、センターさんを。あの、まあ、反対のことを言うのでローラーで大丈夫です。酒屋さんの話をお願いします。え？ああ、酒屋さん誰か。どのとこ見てなかったっすか？アーカイブ、シャワー、メイン、電気室まで移動してますけど、お会いしてません。うん。貨物にはいないと思います。そうですね、あの貨物で夏目先生と直前までなんかすれ違いました。エンジンから昇降機まではいないと思います。じゃあ左。小見舞いで会った方って、私と会った方ってどうなったか
俺かな。僕ですかね。はい、あ違うか。あ僕か。あ僕行きましたよ。あならじゃあ私は会ってないですかね。コミュから出てきましたよね。のりきさん。ああそうそう。あエロちゃんだ。エロちゃんとそうですね。エロちゃんがコミュ入ってから見てます。そうか。うん。じゃあ作家さんじゃないですか。オラ君も左いたってことですかね。はい。これです。はい、誰と誰でしたっけ、ごめんなさい。東洋エレジさんとお願いします。誰か無投票お願いできます。じゃあ僕無投票しますね。あお願いします。アピールしておくと僕直前に貨物室で夏目さんとお会いしてるので、まあ、その後にキルしてみたいな感じになってます。僕は源さんが多分シャワー室で見てると思うんですけど、その後アーカイブで、タスクをしていて、そしたら右から来た東屋さんが切ってる瞬間を目撃したって感じですね。はい、じゃあ下位置がアーカイブっていう人。じゃあアーカイブではない。ラウンジ。右に進みました。だからラウンジです、ラウンジ。まあ、エレジさんが通信妨害逆走してるので、それも加味してください。あそれはまあ、そうですけど。現実、通信妨害になったのは結構ポイントだと思っていて、だから右で2キルは全然あるかなと思ってます。だって、今のこの東屋さんのキルって、コミサボ5発生後ってことじゃないですか。めちゃめちゃ長期金ってことですよね。まあ、もう、はい、切ってる瞬間見てます。うん、お互いに見込みました。素敵な死に方スパチャ。ありがてえ。一人のインポスターは切ってからコミサボ鳴らしてると思うんで、うん、考えると、はい、右にお肉はあるんじゃないかなと思う。じゃあ両視点の相方で結構夏目が悪くないですか。その発言だった。一応ロラまでお願いします。必ず。どうやボタンします。お疲れ様です。お疲れ様です。レイスレイス。一人しか見えなかったんだよな。通り魔。すいませんでした。ちょっと。殺されちゃった。はい。はい。まあ、東屋まで来ていただいて、東屋さん、させてください。さん。はい。昨夜さんってどこリスポーンなんだろう。リスポーン考察。頑張れみんな。初手貨物は切ってできる人いるか。めっちゃ痛いイメージあるんですけど。服屋さんと一緒で湧いた方がおられないんですか。あ、やばい、ね、貨物にいたかもしれない。じゃやっぱり右。僕いやわかんないです。ちょっと覚えてなくて貨物で湧いたんですけど、僕もう速攻で上入力して上行ってたんで、ちょっと見てないです。夏目さんとゲンの情報は正しいこと前提にはなるんですけど、ゲンの中で見たら電気室の左半分ぐらいです。で、夏目さんがおられたのは貨物でしたっけ、うん、なんで、まあ、診察室か電気室の上の方とか、貨物じゃない、まあ、もしくはメインの端っことか、その辺かなって一応予測は立ててます。左の可能性は僕は考察よりも先にまずリスポーン整理しないとね。3人ぐらいいたんで絶対見てるはずなんですよね、うん、いや、まあただ各々一緒に動いてたわけじゃないから言うて右も 3,4 人いたからな、うん、もうね、表もね、洗うといいですね。まあロラしてキルマッチが垂直なのかな、どうなんだろう。まあ、位置は釣れる認識で行った方がいいと思う。ただ俺は左にいた記憶は見て確定で釣れます。確定ですよね、うん、お互い肉見たって言ってるんで確定です、うん、今のさ話でもう思考止めちゃって大丈夫ですか。なんかその多分今みんなの頭には右かなってなってると思うんですけど、そうした場合夏目が怪しい位置に入ってくると思うので、いや僕はフラあまり様子を左サンドに見てほしい。怖いし、あそう釣る釣らない、うん、関係なくフラットに見てほしい。いや僕はフラットに見ます、フラットに見ます、うん、左3人って言ってるけど右も4人いたんで言うて、うん、まあでも誰も見てない時点でもうフラットで、うん、1人スキップがいる。間違えてスキップしちゃったかも。間違いない。ありがとうございます。頑張ってください。はい、あ、見通しなくてよかった。よいしょ、お疲れ様でーす。さっけん。さっけん。でも本当に通り魔に出くわしました。ズシャーレポート。まあ見えないですよね、あの同期ずれみたいな感じで。あのね、普通にね、あの最終的にはとことこ後ろ、すぐ後ろから走ってきたんですけど、なぜか知んないけど、裏先端さんがいるようにしか見えなかった。一人じゃん、やっちゃおう、あって感じでした。事故は。あるある。どこにいるの？スタジオキャンプだけに任せようかな。
いや僕いつも悩むんですけど、結局ドア閉めだけやって何のサボを起こすか任せてます相方に。ああ俺もなんか基本そうするかって感じです。でもちょっと俺も問題があってね、インポスター見つけられないですね実は。エアシップあるある。まあでもモタージュを死んだ相方に任せる派の人もいるから。あーマジか。あーその全然起きなければ盤面が見えてるかってことだよね、うん、ちょっとなんすかちょっと任せてるっぽいし。あここで鳴らしたらまずかったかな。見てしまった。どこですか。スクショどうだ。何かある。はい、はい、宿舎前通路の ところで、オラフ君と一緒に発見しました。扉開けたらあったという形。ゾネキさんとオラフ君目線で夏目の城が出せるはず。出して。ん？ん？わからないです。わからないですね。あーマジか。了解です。うん、あの私は展望にいるときに込みが鳴って、キッチン武器庫通信と言って夏目先生と会ってるんですが、それ以前の動きがわからないので、あ、OK です OK です。セキュリティの下で、アップロードを中野アルマとして、でその時には生きてました。そこから電気室、メインホール、エンジンルーム、通信室っていう流れに行って、中野アルマ見えてないです。で通信室前で多分お二人と、会ったと思うんですけど、先に自分がいて、直してその後武器庫に行き、お二人より後ろにいるので、キルタイム的に考えて電気室2回行かれました。行った1回しか行ってないです。私夏目さんと電気室でお会いしてるんですけど、結構開幕にお会いしてるんですよ。で私その後心電図まで行って、そしてその段階ではアルマさん死んでなくて、でその後にコミサボが始まりました。で私は電気室行ってセキュリティまで行って終わってるんですけど、でその道中でルッチャンさんがメインから来られてます。メインからじゃないですか。電気ですれ違いましたよね。そうメイン上の方からくれるルッチャンさんが、そう電気室で。あごめん、だったらあれエロちゃんか。セキュリティの下で待って、あごめんなさい、セキュリティの前、セキュリティの下でアップロードしてたの俺で、夏目と一緒にやってます。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、ごめんなさい。じゃあ、アルマさんだ。アルマさんじゃねえや。そうだ、アルマ俺見てない。で、セキュリティのカメラ見てて、はい。で、その後、コミサボ行こうかな。エンジンルームから、通信室側に行く夏目は見てるけど。あ、オッケーです。ただ、それが白川くんなのか分かんないので、下位置一番近いから。オラフさんとドニキさんが白で拾えるんだったら、私は夏目さんを落とす。オラフさんは無理かな。え、いや、オラフさん。じゃあ、ゲンさんを落としましょう。同時発見なだけで。あれですよ。両親は取れない。あ、取れないんですか。同時に発見したというだけで、オラフ君の直前のことを私にしてわからない。あ、そうなん。うん。僕メインから言ってるんですけど。ああ。全然ありそうですね、まだ。ゾニキさん偉い。ゾニキさん最後強かったですね。偉いよ。オラフ君でしょ。あ、知らなかったんですか。ごめんなさい、ネタバレしちゃった。いや、もう僕初日から分かってました。僕も初日から分かってました。いや、オラフ君の喋り方がインポスターだなと思って。もちろん議論では言わなかったですけど。あーまあそうっすよね、そこは。本当に初日の想定ボタンで、あ、これオラフ君だって配信でも言ってました。オラフ君これインポスターだ。やばすぎ。もうそれ仲良しです。あ、すいません、ボタン使ってました。私もボタンなかったっす。押しときます。はい。あ、そうですね、一応私がなんで白拾えないかっていうと、オラフ君と合流したのはコミ様のところで合流したっていうところで、ね、え、そうですか。あの展望キッチン武器コミ通信室って言った時にコミ様のところに夏目先生が最初にいて、オラフ君が右側から来てるってことだけしか分かってないので、はい、宿舎前通路で切って下に来てるっていうのを可能性としてあるから、うん、ああなるほどなるほど。同時発見ではあるけど、その前の経路が分からないな。僕はメインから、エンジン、通信室っていう風に行きました。僕は、
通信室で合流っていうか、もうエンジンと通信室の最初のナイスボタンですの言い方ね、分かっちゃった。ゾニキさんと会ったイメージなんですよね。なんか通信室の中っていうよりかは、あ、それは合っているんですが、右側から来てるので、その右側のどこから来たのかは分からない。ああ、そういうことですね、うん、OK。今日いいですね。ゲンさんって心霊室見てたっていうお話だったと思うんですけど、はい、その時ってあの僕と電気室ですれ違ったタイミングってやられてなかった感じですかね、アルバ君。特にうさんくさかったか。エルちゃんさんと私は電気室でクロスしたタイミングってもうコミサバ始まってました。終わった後かな。ボタンです。私が心電図を離れたのはコミサバになったタイミングです。見えなくなったんで、はい、左に行きました、はい。その時電気室でエルナさんとすれ違ったよね。コミサボがどれくらいの期間で治ったかちょっと記憶にないんですけど、うん、コミサボ中もしくは後ぐらいです。前ではないと思います、エルちゃんさんと私が合流するのであれば。なるほど。僕が見に行ったタイミングでも死んでたんだよね、アルバ君。はいはい。なのでそれでゲンさんが探しに行ったと思ってたんですよ。ああ違います。なるほど、分かりました。エルちゃんしてゲンさんは白？ゲンさん絶対できない。ああ、じゃあもう自分を釣ってもらっていいかな。じゃあ自分を釣ってください。減産視点で初手キルが右って推定をしてて、うん、だった場合の疑いちゃ自分っていうのも分かるし、1インポスターを知る段階でフラットに見てっていう証言が中野アルマしか取れていないから、もう自分を釣ってください。足して多分もう右に死体があるんだ、右に死体がありフラットに見れないんだったらもう自分釣った方がいい、うん、です。フラットに見てほしかった説はあるけど、まあこれで頑張ってください。減産視点改めて、はい、もう1キル待つみたいなんでもいい。遺言、いい遺言、いい遺言。いやー、いや多分最後、うん、信用勝負絶対負けるからあれでいい。そう、実施点なんだけど、そう、減産がインポスターだったら減産の戦いようはあるんだけど、いくらでも、まあ、減産インポスターじゃない時点でも夏目は釣られた方がいい、うん、いい遺言です。打ち合わせできてないから、うん、普通に負けそう。なんか信用勝負入れるのが、まあ、左に流れてるから。あ、でもどっちみち信用勝負になるでしょ、夏目が生き残ってた場合って。まあそれはそうです、うん、絶対源さん生き残らされるだろうし、若干オラホ君っぽいなと思うけど。なん、ああ、これキルしてないかの様子見ましたのかな、ブラックで。そうですね。これだったら直しても。これさ、これで、お、これギリギリまで時間も。フェイントしてる。え、イベントに入った。あ、そうそう、それが多分一番いいと思うんだよね。ああ、右キル。ああ、これ。ボタンです。ボタンあるんだ。ナイス。おし、いやー。これむずいですね、最終盤面の。次、ボタンのか、次行きましょう。次、たぶんやっていっていけると思う。ボタン、いやー、よく逃げたな。なんか見逃してるな、じゃあ。そう、それがね、あるんだよね、そう。かなり一気とかも言ったんですけどね、最終盤面でこれむずいっすね。うん、いやー、ディレクターでワンチャン狙ったんですけどね。ヌーン、奪い合いが。いやー、と、2回捉えちゃいましたね。いやー、ジジです。ナイス。ヤオラクさん申し訳ないね。いや全然大丈夫です。いや原産最後オラ。原産最後ヌーン独占してたの。神回だな。ヌーンから浮いてきちゃったよみたいな。原産早すぎて。いや昨夜そのキルナイスでした。いやナイスキルです。ただのオラで。昨夜さんってメインの真ん中で。私多分見逃しちゃってますね。うん。あの電気室まで行ったとき私見えませんでしたっていう話したと思うんですけど、ほんと直近だったんで、あ、電気室のはしごで最後見えてたっていうコメントがめちゃめちゃ来てます。すいません。いやでもクルーはまあ万全を尽くしたと思いますけど、夏目先生の遺言も、うん、ね、うん、そうそう、夏目先生が白っぽく死んでいただいたわけで、振られながらも、あ、これ終わらないんだろうなと思いながら考えてたんで、違いない。うん、実施点めっちゃきつかったからね、右側に死体あったら夏目が両方 とあって両方とに通ってるから、うん、右寄りってのは当たってはいたのか、でも一応、うん、確かにメインの真ん中ぐらい、うん、うん、真ん中ってことはオラフさんがギリギリで切ってこられたってことか、左まで。あ、いや、ヨニキさんと、あ、結構時間ありましたよ、アルマさん切ってからは。はい、あ、そうなんですか。あ、アルマさんですか、昨夜さん。昨夜さんですか。昨夜さんは切って、そうですね、もう昇降機の方に弁当飛んで。ですよね、そう。ゾニキさんと合流するまで早いなと思って。そうです、そうです、そうです。
お見事でした。ナイスキル。いやナイスキルです。2回も負けれて上手でした。すごい。もうちょっと生き残っていきたかった。今のはクル強かったですね。いやそうですね。夏目先生が釣る選択をしたのが強かったですね。僕はもうなすりつけることしか考えてなかったので。そうだなと思って。ここ逃れれば次殴り合いで勝てそうでしたもんね。ドニプさんの前とかで。キルできたらいいかなって。ねえねえ、そうだよね。いや、ナイスでした。そう、中のアルマ消すのもすごいお見事だなって思ってて、そう、右側以外の殺害を追ってたのが多分中のアルマが明言してたから、それを殺しちゃうと夏目視点厳しくなっちゃうから、うまかった。キルも、キル対象がうまかった。てかあの時間差もめっちゃうまかったしな。僕切った後にゾニキさんと一緒に発見してるの。あれそう、ま、あれセルフっぽくない。ゾニキさんからね、証言出ずに夏目先生釣られたら銀山ローラーで負けてましたもんね。はい、確かに。ああ、そうですね。それ危なかった。ナイスでしたね。セルフ否定したから。あ、じゃあなんか白を否定したのか。うん。そう切って、時間差で、レポは。ナイスでしたね。ナイスです。ナイス。